ですよ。それにもし壊れても私がちゃんと直しますから。そうですね、少しタイムロスはしますけど、状況によってここで左へ曲がってこっちの A フラッグを取ってからゴールの方が。じゃあ本戦では2周目で回収するフラッグのことも考えて、この緑のルートから行くのはどうですか？お茶にしましょう。2年木ノ原、至急生徒会室へ。繰り返します。先輩のことですよね。はい、いってらっしゃい。ああ、この春か。突然すまないな。この春くんも忙しいのにごめんなさい。どうしようもなくなってしまったものだから。この原に手伝ってもらった後期予算案をまとめた報告書を探しているんだが、どうしても見つからなくてな。くまなく探した結果が、まあこういうことだ。どのファイルに入っているかわかるか？どうしても今日中に必要だったから呼び出すしかなくて、本当にごめんなさい。何？あら？あ、そうだったわ。エリカ。
します。大会登録の締め切りは明日なんです。ああダメダメ、だいたいさ一人で張り切られても迷惑なんだよ。弱小部には弱小部なりの楽しみ方があるんだから。そうそう、マイナーだからこそのお目こぼしで自由にやっていけるんだから、注目されたくないんだよな。そんな、すごいな、ダメだって言ってんだろ。いい加減諦めろよな。なんだと？スバル学園の工学部として大会に出るのが夢だったんです。だから甘いこと言ってんなよ。夢なんて叶わないから夢なんだよ。いいえ違います。夢は信じていれば必ず叶うって、簡単に曲げちゃダメだって木ノ原先輩はそう言ってくれた。だから私も信じます。名前切ってんじゃねえぞ、一年。この原先輩。なんだお前。なんだと？俺たちは俺たちで立派に活動してんだよ。お前らが部の輪を乱してんじゃねえか。おい、もういい、行くぞ。そうだな。まあせいぜい頑張るんだな。じゃな。なあ二年坊、お互い頭に血のぼってるみたいだし、
ちょっと明日まで時間を置こうや。明日来てやるから、その時に結論出そうぜ。明日が楽しみだな。じゃあな、また明日会おうぜ。小野原先輩、ごめんなさい。私、先輩たちに何度もお願いに行ってたんですけど、結局一人じゃ何もできなくて情けないです。ひどい。どうしてこんな。の寺、かわいそうに痛かったね。あらら、どうしたの？泥棒でも入ったのかな。戸締まりはしっかりしないとダメだよね。おやおや、せっかく話し合いに来てやったのに、これじゃ意味ないな。無駄足だったな。
おい、先輩に向かってその口の利き方はないだろ。ったく、礼儀がなってないな。何言いがかりつけてんだ。窓が開いてたんなら大方野良猫でも入り込んで荒らしたんだろうよ。そうそう、証拠もないのに変な因縁つけられても困るんだよな。一年のくせにしつこく生意気言うから罰が当たったんだよ。後輩は後輩らしく身の程をわきまえろって。これでわかっただろう。諦めな。大会出場なんて無理なんだよ。いや、もうやめて。何言ってんの。学校単位でしか出られないんだろ。無理無理、この部長様の許可印がないと工学部代表にはなりません。ロボットもないのにどうやって出るつもりなんだ。負け犬、超みっともね。先輩、どこへ。夢は信じていれば必ず叶うって、簡単に曲げちゃダメだって木ノ原先輩はそう言ってくれた。だから私も信じます。いきなり何なんだ。第二工学部って、あなたたちは工学部の部員でしょ。一体どうしたの。第一、新たな部を作るにしても人数も足りてないし、法学部もすでに存在している。
どうしても他の場所で活動したいのならば、有志2名から発足できる同好会を作ればいいだろう。どういうことなの？落ち着いて何があったか話してごらんなさい。ああ、まずは話を聞かせてくれ。大体の事情は分かった。なんてひどい話なの？こんな状況で顧問は何をやっているの？それが、顧問の先生は名前だけで、部の運営は全て部長に任せてるんです。なるほど。それで虚偽の活動記録や予算案も作り放題だったということか。お願いします。だがロボットの大会はこれだけでなく、個人で出場可能なものもあるだろう。残念だが、今回は諦めて他の大会に。叶えてあげたいのは山々だが、私たち生徒会が先立って規則を破るわけにはいかないんだよ。ちょっと待って、スミレ。特別措置というものがあるわ。部としての必要条件を満たしていなくても、特別優秀な実績があれば活動を認められる。しかし、それは…この原くん…必ず優勝してみせます。あなたたち本気なのね。卵が先か鶏が先かという感じだが、仕方ないな。この原、ここに必要事項を記入しろ。エリカ、承認員を頼む。ええ、部の印鑑は間に合わないから、大会の参加登録の書類も生徒会の承認員を押すことにしましょう。あとは顧問の先生だが。
ミクリ先生、私たちの顧問をお願いできますか？うん、いいよ。君たちみたいな良い子ならミクリも信用できるしね。よし、早く書類を作成してしまおう。第二工学部が承認されたら、君たちはすぐに大会エントリーに向かうんだ。ただし、これは特別措置の中でも特例よ。当然リスクもあるわ。それは承知の上ね。わかりました。では、ここに第二工学部をスバル学園の新たな部として承認します。